今日、大戸坂友選手ヒットを打つと、球団タイ記録17試合連続安打、記録する予定になってます。Time to stand strong, need to move on to be what I want, I'll keep dreaming。さあ新しい週始まりました。11月15日火曜日です。昨日月曜日は、休養日という名の、ご飯を食べてベッド横になって夕食食べて終わってしまったというあっという間の休養日でした。さあ今日は本拠地に戻って対カルディナスラーラ2連戦です。さあ試合開始20分前です。今から試合前の最後の最終ウォーミングアップこちらで行います。さあこのストレッチ私も宿題でやりなさいって言ってつかないんですけど、やり始めてからすごく体の調子がいいです。ここは本来のホームスタジアムじゃないので、お客さんはいつも少ないです。特に今日は対戦相手チームも遠い町から8時間ぐらいかかる町から来ているので、ご覧のように観客席もうほぼ友人もしくは家族のしかいません。それでも今日大事なゲームなんで今日勝てば3連勝ですね。なんとしても勝ってほしいと思います。11月15日火曜日第18戦、1回の裏第1打席先頭バッター、あらわ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 ら、はい、先制点のホーム踏みました。はい、2点目、あらわらわらわら、あらわらわら、あらわらわら、2回裏第2打席ツーアウト1・3塁現在2対0で2点リード中。改めて第2打席3回の裏先頭バッター、3回の表に逆転を許して2対4で2点劣勢中。5回の裏第3打席先頭バッター、頑張ってください、頑張りましょう。Vamos, vamos, 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 v
6回裏第4打席ツーアウト1、3塁11月15日、カルデナル戦連続試合安打が16でストップしました。今ヤクルトにいるオスーナ選手が17試合連続安打で球団記録だったみたいなんですけど、今日ストップしてしまいました。いやー今日のピッチャー良かったです、はい、いやーでもね最後の打席惜しかったんですけど、まあヒット出る出ないっていうのはまあ相手が言うことなんであれですけど、惜しかった。あと1試合あと1本だったんですけどね。まあでもこれで終わりじゃないし、ここは目標ではないので、まあ、18試合は終わった今日で18試合は終わったんですけど、あと残り56、18は38かな、38試合あるので、また狙えるチャンスはあるし、ヒット1本次の1本目標にね毎日やってるんで、まだ明日から頑張りたいなと思います。悔しい。悔しい。おりょうす。バモス。